皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はですね、先日ダウンライトの加工を行ったんですけど、はい、車の天井にですね、うん、でそれ の続きとなります、はい、結局車のメインバッテリーとそのダウンライトは別 のバッテリーで運用するっていう話をしたんですけど、うん、取り付けて電気をつけてみたらですね、あまりにも出来が良すぎて、うん、開けた時にも若干まあ薄ぐらい状態で、まあ、ついてもいいのかなということでですね、うん、で今回の動画では車のメインバッテリーとサブバッテリーの切り替えをできるスイッチをつけて、うん、で車中泊しない時は車のメインバッテリーにつないだ状態で、うん、まあ、ドアを開けても室内灯がつくと、うん、室内灯と連動してダウンライトがつくっていう風にして、うん、車中泊をまあする時は、うん、そのスイッチをサブバッテリーかもしくは北バッテリーの方に切り替えて、うん、つけっぱなしにできるっていう、うん、ちょっと難しいね。難しい説明だけじゃ、うん、で、一応ですね、試験的にスイッチやら何やらちょっと、まあ、頼んでみて、うん、試しに作ってみたんですよ、うん、でそれを見てもらった方が早いかなと思うんで、はい、まあ、早速じゃあちょっと見てもらいましょうか。はい、はい、それではですね、早速ちょっと持ってきたんですけど、これここでいいか、うん、ちょっとごちゃごちゃしてるけどね、うん、ですね、とりあえずまずパーツとしては、これはまあ一旦ちょっとどけとって、まあ、これを電気と見立ててファンですね、うん、それでいい、まあ、これでもいいんですけど、うん、まあ、これがファンです、うん、で、これが車のバッテリーに見立てたポータブル電源ですね、うん、でこちらがサブバッテリーに見立てたマキタンのバッテリーになります、うんうん、だから要はこのマキタンのバッテリーとこのメインのバッテリー、うん、なんか別 の動力っていうか電気で切り替えながらこれを使いたいっていうことなんですよ、うん、でそれをするためにどうしたらいいかっていうので結構いろいろ調べてですね、こういうのがあります。6ピンのトグルスイッチっていうのがあるんですけど、現物はこちらになります。これですね、もう配線をしているんですけど、まあ、ちょっと簡単に、ここがまあスイッチで、こういうふうにカチッカチッって切り替えることができるんですよ、うん、で真ん中がオフ、うん、で両サイドがオンになります。で後ろは、こういうふうに6ピンついてまして、こっちの上の方に全部プラスを持ってきて、こっちの下の方に全部マイナスをつないでます、うん、ね、で真ん中が、今回はファンになります。ファンの線で両サイドにメインバッテリー、まあ、ポータブル電源ですね今回でいう。でこっち側にマキタのバッテリー、だから要は真ん中が電気で両サイドにその別々の電気の動力を持ってきます、はいはい、うんうんうん、なるほど、うん、でこれでね別の使い方もできるわけ、うん、まあ分かる人は分かると思うんですけど、うん、例えばこの真ん中に電球を持ってきて、うん、両サイドに別な電装品を持ってくると切り替えができるし、であとはねファンで使ってる人が多くて、うん、ファンのモーターを逆回転させるためにこれを購入している方が結構いらっしゃって、それはどうするかっていうと、この真ん中にファンをつなぐでしょ、でこっちに今こういうふうに、まあ、プラスとマイナスをこういうふうにつないで、であとこっち側にマイナスとプラスを逆につなぐんですよ、うん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 、っていうと電気の向きが変わって逆回転になるんですよね、うん、でその時、まあ、この電気の出所は同じでいいんですよ、ここで分岐すれば。なんかすごい面白いなと思って、うん、そういう使い方もできます、うん、なんかこのスイッチね、なんか結構いろいろ使い勝手が良さそう。まあ、ただAmazon のレビューではすぐ壊れるとかっていうのが結構多くて、耐久性についてはちょっと心配なところがあります。ああ、そうなんだ、うん、3つで1200円約。
ですね。まあ、あのどんなもんかわからなかったので、まあ、一旦ちょっと安めのものを購入してみたんですけど、まあ、これで壊れるようだったらちょっといいのを買わないといけないのかな。まあ怖いよね。そうだね。うん。で一応まあそれでつなげてみようと思いますね。はい。はい、それではですね、ちょっとつなげてみようと思います。で真ん中にスイッチがありますよね。でスイッチの真ん中、まあ6つあるんですけど、上下はそれぞれ同じ線をつなげるようにします。とかまあこっちとこっちで、真ん中と真ん中はまあプラスマイナスで、こっちもまあ上下がまあ同じ線をつなげるっていう感じで、で真ん中はじゃあこれファンにつないでみて。もうつないでいい？いいよ、電気全然来てないから。はい、つなげました。はい、でスイッチのこっち側ね、もうポータブル電源に入れて、つないでいいよ。みんなここ、大概ポータブル電源、DC コネクタついてるからさ。で、今も電気が来てます。で、これをマキタのバッテリーにつなげます。カチッて。で、今、電気がもう来てます。そうなんだ、ね。全部、まあ、電気がつながってる状態で、で、これ、トグルのこのスイッチを倒した方の反対がつながるらしくて、だから今からまあ北の方をつなげるときはこれをあっちに倒します。でこう倒すとまあ回りますよね。なんで？ああそっかそっか、北をつないでるからね。つないだからこれが回ります。わかるよね。ですです。でまたオフにしますね。で次はじゃこっちの電気を使いたいってなったときに、これをまあ反対に今度は僕の方に倒すとこっちがつながります。はい、ポチッと。今ポータブル電源が、ポータブル電源の電気を消費してこれがファンが回ってるっていう感じですね。でこれをうまく配線できると切り替えられるんですよね、電気を。そうなんかこれをつけてみようかなと、はい、車にですね、だからまあポータブル電源をまあ何度も言うように車のバッテリーと見立てて、通常使いの時はこっちに倒して車の電気を使ってライトを使う、まあそんな長いこと使わないから、まあバッテリーが上がるということはないと思うんですけど、で車中泊に行く時は真北のバッテリーを持ってって、料理をする時はもうこっちに一旦オフにして真北のバッテリーに切り替えて、カチッと切り替えて、電気をもうずっとつけっぱなしにするっていえばこっちはもう消費しないから電気をさ、メインの方はでいけるんじゃないかなと思うんですよね。はい、それではルームランプを取りました。で取ってこの裏のですねコネクタを外した状態です。はいね、で、まあ、ここまでは前回とほぼ同じなんですけど、でちょっとここをね見てもらいたいんですよ。線が3本通ってます、でですねそれぞれの線が、青が常時電源、常時プラス電源ですね。で緑がマイナスの、ドアのマイナス、ドアのマイナスっていうか、なんだろう、イルミネーションマイナス、まあ、ちょっとよくわかんないですけど、だから徐々に消えていくやつはこの線、緑の線、でこれは通常のマイナス線になります、だから今回はですねこの常時プラスとこれを分岐してスイッチにつなげます、はい、青と緑ですね。緑とね、そうそう、この線が正しいかどうかっていうのをちょっと試験的に見てみようと思います、はい、それではですねこの検電テスターで調べていこうと思います、まあ、アイテムナンバーが A-49 っていう A-3 のテスターですね、音が鳴らないやつ、通電したらここの LED が光るんだって。ああそうなん、音が鳴るのもあるんだ。ビーって鳴るのがある。へえ、それが主流なの。もうこんなそれちょっと高かったんだよね。これが500円ぐらいだったでしょ。だっただった、安かったからもうこっち買いました。はい、でこの先端をピンと合ってる、ここに刺します。はい、さあでこれを取って
え、それ何？そんな先端になってんの？うん、結構 LED になってます。ドアを閉めてる状態で、うん、開けた時にこれが反応して消える線。だこっちはプラスに刺すわけ。でこっちはマイナスなわけ。うん、で、あのマイナスの先端にクリップをつけて両方とも刺せるようにしたんですよ。だからちょっと一旦さ、あのドアを閉めてみようか、この状態で全部、うん、ドアを全部閉めて、うん、でこれを刺した状態で、うん、明かりがつくかどうか、うん、多分今結構長いこと開けてるから消えてると思うんだよね、うんうんうん、20分ぐらい経ったら消えるじゃん、うん、今あるのは面倒かったから、中からしたら咳そった。まずは、普通のマイナスと常時電源、うん、黒白がマイナスですので、うん、これにあのマイナスを入れて、でこっちのプラスに検電テスターの先端を入れてみようと思います。はい、刺しました、うん、でこれをプラスに入れるとつきました。あ、はいはい、ライトがね、うん、だから今 OK っていうこと、うん、で次はドアが閉まってる状態のこのドアルームスイッチ、うん、カーテシランプっていうのかな、でこれにプラスを当てると、まあ、つきませんよね、うん、でドアを開けてこの電気がついたら OK っていうこと。ああそうなんだ、うん、じゃあ一回開ければいい、うん、開けてみて、うん、じゃあ開けて、はい、あ、ついた、ついたついた、うん、でドアを閉めてみて、消えた。うんうんうん、だからこれ本当だ。なるほどなるほど、そう、黒と緑の線をつなげます。はい、はい、それではですね、あの配線をしていこうと思うんですけど、うん、将来的にですね、ここにちっちゃい棚を作ろうと思ってるんですよ、うん、スライドベッドも改造しないといけないんですけど、うん、で、ここの、 あの棚の横の方にパネル系は全部持ってこようかなって、まあ、一応自分的には思ってまして、うん、で、あの今回のスイッチ用の穴開けちゃうと、まあ、ちょっともったいないですので、一旦この仮設でですね、こっちの方に、まあ、あのスイッチを入れてどうにか使えるようにやってみようと思います。はい、まあ、うちの場合2度でも3度でも当たり前です、ね、当たり前です。そうです、そうです、そうやって上達してなんか、はい、そんな感じで配信していきます、うん、はい、よいしょ、はい、こんな感じで配線が出てきました、うん、で、ですね、一応イメージとしてはコントローラー自体はあのずっと電源を切り替えても使いたいので、コントローラーの次から配線を変えていきます、うん、だからこれを一旦抜いて、こっちをね、あのベッド用意した配線に変えて、でそれをスイッチにつなげて電源を、まあ、あのスイッチで変えるっていう感じですね、うんうん、はい、じゃあとりあえずこっちの電気の配線からやっていきます。はい、あ、ここだ、ここがちょっと接続がまずいので、ここちょっと綺麗にまず配線します。なんでまずいの？いや、ちょっと汚いじゃん。ああ、そうだね、うん、危ないもんね。そうそうそう、この色がついてるってことは多分赤がここってことだよね。ちょっとよく分かってないです。抜けないから、はい、こんな感じで全部あの裸端子をつけました、うん、もうあの抜けないように圧着しました、うんうん、まあ、これで安全にですね、あの接続結線できたと思います、はい、ここにじゃあもう穴を開けて、うん、移動式のあの仮設の箱と、うん、しようと思います、はい、で穴開けはですね、もうあのこのスイッチを多分多用すると思うので、うん、あの12ミリのホルソーを買いました、うん、鉄鋼用なんですけど、これでじゃあ穴開けてみようか。お、はい、開いた。
綺麗に開けました。回ったら開いた。でこの開けた内径を測ると12ちょうどです。うん、ジャスト。中に入れ込んでみて。でこれを中に入れるとほら、じゃじゃーん。あ、本当だ本当だ。でこれでちょっと待ってね、うん、これがあの購入した時に入っている袋なんですけど、これ結構いろいろついてて、うん、あの船とかにも使えるんですよ、うん、で今の先端にこのゴムキャップをつけてあげると、うん、あのなんか船とかそういう水がかかるようなところのスイッチにも、そういうことね、うん、できるっていうことです。であとあのこんなのがついてるんですよね。これちょっとかっこいいんですけど、あのスイッチの表記。ああはいはいはい、これなんかかっこいいじゃんって。それが1200円の中に入ってるってこと。全部そうそうそう、そうなの。あでほらここ見える、ここ、うん、で切り欠きにここにも切り欠きがあるから、これを合わせてあげるとスイッチに対してのオンオフがこう動かずに、ね、確認できる。優れものなんですよね。でここにこいつを、あオフオフちょっと隠れるやん、これ置いたら。まあいっか、本当だ、せっかくかっこいいね、もったいないね、うん、結構かっこよくない。うん、いい感じになった ね、なんか色と合ってるね。でしょ、箱の色と。そう、僕が選んだ箱の色です。うん何アピールやってたんだね。うん、なんかかっこよくなった。いいでしょ。うん、スイッチの上の方の2つがこの巻き玉線ね、うん、で真ん中はライトになります。ライトは後ろから出して中でつなぎました、うんうん、で最後にあのドアからの信号線ですね、うん、常時電源とあとイルミ電源のマイナス、うん、マイナス線ですね、うん、マイナスコントロールですのでマイナス線、はい、をつなげばもうとりあえずは完了です、うん、あとはもうつなぐだけ。うん、ここから一応、まあ、線を出して一旦ちょっと仮でつないでみよう、うん、で、これをつなげるのはこの配線コネクタですね、うん、配線コネクタでつなげようと思います。これは結構便利みたい。そうなの、うん、何が便利なの。ワンタッチでね、分岐できるの。これがあのこれをパチパチってこういうふうにここ挟むんですけど、うん、ここ挟むんですけど、ここにねあのストッパーがあるの分かる？うん、チョボがあるね、うん、ちょっとね、チョボがあるじゃん、うん、こっち側にあのプラス付け足す分の線、うん、でこっち側はあの元々通ってる方の線、うん、なんかあの常時電源上の青線にこっちを通して、これはあの今から付け足すこの線がこっち側に来ます、うん、ここで終わってるから、ここあの塞がれるの、これでパチって曲げたら意味が分かる、うんうん、よく分かってないよね、うん、マイナス線から付けますね、うんうん、はいはい、コツンってやって、うん、こういう風にしてちょっとサビサビのペンチでパチンとね、うん、であとはマイナス線は、マイナス線は緑です。でここの緑にこれをつけます。パチッと、さっきと同じような感じでしてるんだよね、うん、そうそうそう。で今マイナスがつながりました。はい、で次はプラス、青が常時電源ですので青にこいつをかましてあげます。こんな感じで、うん、よし、はい、それではですね、配線の方がとりあえず全部終わりました。うん、で、あの試験点灯しようと思うんですけど、もしバチッと いったらまあ嫌なので、うん、まあ、全部ダメになっちゃうので、うん、とりあえず1本だけこいつだけ今つなげてます、うん、で
まずはマキタのバッテリーでつくかどうかですね。マキタのスイッチを今オンにしてます、うん、でこれをスイッチを下に入れると電気がつくかどうかですね、うん、はい、じゃあ行きます。ポチッ、お、ついたついた、でつきました。うん、こんな感じで、うん、ついたね。 OK、 はい、はい、OK。 次はあの車のバッテリーにつなぎますね、うん、でこのスイッチを下に傾けたら今マキタだったよね、うん、マキタだった。で上に傾けたら車につながります。はい、で一旦多分今切れてるんですよ、うん、うんうん、窓開けたま、うん、ドア開けたままだからね、うん、だから上に一旦して、うん、開けて、うん、でドアを閉めて、うん、つくかどうか、うんうんうん、一旦じゃあ一旦閉めようか、うん、じゃあスイッチを車の電源に切り替えます。はいはい、今入れました、うん、でドアをちょっと開けてみてください。おー、ついたついた、ついた、はい、うん、ね、ついたね。おー、オッケーオッケー、バッチリじゃん。今からマキタのバッテリーに切り替えたくなったら、うん、これをスイッチをまた真ん中に一回オフにして、うん、さらに下げてあげると、おー、マキタから電源取ってます。はい。これだったら結構楽じゃん。うん、楽だね。ね。いいね。すげえ、開けていいもっか。いいよ、今車にした。わあ、すげえ。わ、ね、あ、すごいね。すごいすごい、これすごい。ね、うん、ちょっともう一回開けて。ちょっと 25% ぐらいに明かりをつけてみる。あ、リモコンも効くね。うんうん、本当だ。25% にして、一回閉めて。うん、うん、いいねいいね。でまた開けたら 25% ってことでしょ。そうそうそう。そう、ね、25%。これがしたかったの。あ、すごいすごい。これ OK だね。OKOK、OK OK OK、よいしょ。ゴムが伸びまくっとるね。100均のゴムでしょそれ、うん、2周してちょうどだ。今オン、うん、でした。あ、ついた、うん、で、100%。おお、全部ついた、うん、50%、うん、で、オフ、うん、で、車今消えてるね、うん、車はどうする？閉めてみる？閉めてみる。上開けるよ。はい、ついたついた。で、今 50% で、で、閉めてみて。今ドアにした。うん、ドアにした。もう一回開けるよ。開けてみて。ついたね。ついた。OK。すごいすごい。完璧。完璧やね。えい。イェーイ。完璧。はい。それでは今日の電源の切り替え、うん、めちゃめちゃうまくいきました。はい。素晴らしいでした。予定通りの動きができました、うん、はい、まあ、これであの通常利用と、うん、あと車中泊利用で切り替えができるようになったので、うん、まあね、うち、まあ、見ての通り結構暗いんですよ、うん、見ての通りというか動画ではそんな暗く見えないかもしれないんですけど、うん、一番後ろ の, あのルームテントがなくて、うん、ルームテントじゃなかったライト、うん、一番後ろついてないんですよね、うち、うん、だからあの荷物を入れたりするとき結構暗くて、うん、ね、でせっかくいいのつけたんだったら、まあ、ドアを開けた時にもあの一緒についてくれればいいよねということで、うん、まあ、いい感じになりました、うん、まあ、配線自体はそんな難しくなくて、あの要はそのスイッチですね、うん、スイッチがやっぱり肝心でそこの配線をうまくすれば、まあ、できたっていう感じなんですけど、うん、まあ、あと耐久性、あのやっぱり評判がそんなに良くなかったっていうか、アマゾンのね、うん、よう買ったねそれを、うん、もう僕それしかなくてね、あと、うん、もうちょっと高いのよ。ああ、そう、3個で1200円とかだったけど、うん、今回買ったのは、うん、あの1個でいくらだったかな、900円とか、まあ、1個で1000円ぐらいとか、うん、
ていうのが結構多くてさ、パナソニックのやつとかそこそこ高かったんだよね。うん、まあ、本当はそっちの方がいいんだろうけどね。うん、だけど、だから俺が思ってるその配線ができるかどうかも分かんなかったから、うん、そもそも。そうだよね。うん、だからそれでうまくいったのだったら別にいいのに変えてもさ、うん、絶対できるはずだから、うんうん、まあそれはそれでいいと思うんですけど、うん、はい、そんな感じですね。はい、はい、それでは今回の動画は以上になります。はい、この動画が良かったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。Thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. We just had one of those things.